よし、今日はどうすっかな。お父さん、お母さんが呼んでるよ。父が？わかった。ピクロ、また悪いけど、おめえは先行ってご飯と修行しててくれにか。ふん、いいだろう。悟空さん、今無天老様から連絡があっただよ。カメハウスにランチさんが来てるんだと。へえ、懐かしいな。それで、なんだって？よくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ、悟空さんに。ほら、修行があるんだけど。無天老様に失礼があっちゃなんねえだ。話を聞くだけ聞いてやればいいべ。そうだな。じゃあほら、じっちゃんとこ行ってくっかさ。気ぃつけてな。ま、とにかく行ってみっか。とにかく行ってみっか。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち元気してっかな。よく来たな、悟空。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ、久しぶりだな。どうしたんだ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ、生き返ったそうじゃねえか。あ、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。ん？お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。へへ、ほら肝心なこと忘れちまってたよ。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構おランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？お、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったから、まだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。
なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっているやつがいてよ、それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。え？そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。さすがだな。おめえも腕上げたな。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。がいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。そういや言ってなかったな。ランチだよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。
うだったんだ、天津飯はいたかな。おう、それがよ。ってわけで今行ったとこで天津飯は待ってぞ。そうか、これであいつにようやく会えるってわけか。ありがとうよ、これは礼だ。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食い物ならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。あと少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か？うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試し…おー、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ、それでは新しい機能について説明いたしますね。面白い、早速試してやるか。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。わかった。トレーニングははかどってるかい？余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータ君ならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ。見ていろ、カカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。
すっかり遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。みんな修行して腕上げてっかな。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。遅かったな。何を。わりわり、いろいろあってさ。でも天津飯と戦ったりしてオラの修行にはなったけんどな。どうせそんなことだろうと思って俺たちは勝手に修行を進めておいたぞ。すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか。トランクスの警告から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。いいよ、ありがとう。すまねえ父。じゃ、行ってくる。いや、気のせいか。